さあいよいよ始まります。じゃあ青海さん、いろいろ解説していってもらっていいですか。はい、はい、そうですね。まず中心ドラゴンがいますけど、周りにザコモンスターがいますよね。まず小川沢さんのこう周りのザコをこう今倒しているところですね。はいはい、今大きい主とか骸骨剣士とか、あとドラキーもいますね。スライム、ドラケーでおなじみのモンスター、ね、おなじみのモンスターたちが、はい、今真空切りでこう今一掃した形ですね。いやこうやってねゾロゾロ出てきて動いてくれるのは嬉しいですね、やはりね。ですね。しかもドラゴンっていう、まあ、ドラゴンクエストの一作目から登場している皆さんおなじみのモンスターがこうやってリアルに動いてると相当もう感動的な形になってるんじゃないかなと。もう一番最初のこういう雑魚キャラを倒すのっていうのは比較的簡単に連打ぐらいでできるんですか。そうですね、この辺の雑魚は比較的簡単に倒せるような形になってますね。アクションゲームが苦手な方でも、うんうん、ポチポチ押していただければ結構サクサク進めるぐらいな形になってます。まあ、気づけばだいぶ減りましたね、はい、でドラゴンはですね、これ尻尾と顔が今弱点になってるんで、ここを集中的に倒すとポイントですね。尻尾と顔が弱点になっているということですね、はい、先ほど小笠原さんちょっとジャンプして回ってましたよね、なんかね、はい、回ることもできるんですね。回って切るみたいな、ね、ジャンプ攻撃の後にジャンプ中にこういうチャージ攻撃もかけることができる、はいはいはい、ね。まあ、これはあくまでも一部ですけど、倒した、え、もう倒したの。え、早くないですか。いや、倒しました。拍手お願いします。会場の皆さん拍手お願いします。びっくりびっくり、ドラゴンを倒したぞと。早っ、みんなコメントもびっくりしてる。ところがって感じですね。ここからですね。何すか何すかこれ。モンスターが次々と湧いてきていますね。ちょっと青海さん、すごいよ。 なんだかこういうことだ。やはりゴーレムもね、うわー、わー、奥の方にも、奥の方にも皆さん見えますか。わんさかわんさか、ただいまやってまいりました。ちょっと今カーメラでは映ってなかったりしてますけど、はいはい、遠くの方からモンスター軍が次々とこう押し寄せてきてるんですね。さあどんどんこちらモンスターに囲まれまくっている状況でございます。あ、もうドラキーとか骸骨剣士軍団がもうだんだんと近づいてきましたね。近づいてきてますね。今回これ今真空切りですね。はいはい、これだと、ま、魔法もね、いろいろ使えるということですよね。まあ、ドラクエでおなじみの必殺技だったり、はいはい、あとまあ呪文ですよね。その辺ももちろん入ってます。今デインも唱えましたね。いやー、気づけばあ、すごい状況になってきた。ドラキーとバイコン兵士がもう中入ってきちゃいましたね。MP がもう足りないみたいですね。この辺り PS4 だからこその表現にはなってますね。本当にここまでの数をきれいに処理してくれるっていうのはたまらないですね。さあ東京ゲームショー、ここから気持ちよくいいところを見せてくれるんでしょうかね。いやー、しかしすごいすごい絵面です。敵が多すぎって、もう360増えすぎって、取り込まれてますね。お、ここでテンションが、おっと、これはどうなったんですか。どういうことですか。左下にテンションゲージってあるんですけども、これ 100% になると、はいはい、スーパーハイテンション状態になって、スーパーハイテンション状態でございます。今動きが速いですよね、こう攻撃とかも。スーパーハイテンションになると、まあ、チリッチリの動きになるってことですか。そうですね、今紫色のオーラに包まれてスピードも速くなったり、スーパーハイテンション状態になっております。いや、そろそろちょっととどめ、なんかいいですね、ここやばそうなんで、とどめいっちゃっていいでしょうか。ここらでいっちゃいますか。もういっちゃいますか皆さん、はい、さあそれではご注目ください。いきますよいきますよ。さあどうなる。はい、来ました。拍手お願いします。どうなんですかこれ。あんだけいたのが最後ギガスラッシュで、ギガスラッシュで一掃しちゃいましたね。いやいやいや、これだったんですね。改めて大きな拍手お願いします。